さあ今週も始まりましたビジネスフラッシュセカンドステージ、皆様お元気でしょうか。元気でしょうか。我々は元気します。早速なんですが、お二人は侍といえば何をイメージしますか。侍、はい、日本の昔の侍、はい、今はサムライブルーなんてサッカーの ね、 ね、代表を呼ぶけども、はいはい、やっぱそうですよね、はい、そうですね、まあ、侍にしなくてもできないとか、うん、そういうことじゃなくてねそうですね、はい、まあ、そこで今回まずご紹介するのは、はい、社名に侍と掲げ、はい、外国人の皆様の不安を解消しスムーズにビジネスを開始できるようサポートを行っています、うん、こちらの企業様です。4年後に迫った東京オリンピック、そのカウントダウンが始まり、世界から日本へ集まる注目はさらに高まってきた。時を同じくして、すでに日本で生活をする外国人にとっては避けては通れないある問題が存在していた。それは専門的な知識が必要とされる細かな手続きや申請でのサポートだ。そんな外国人たちが抱えた問題を日の丸を背負ったプロフェッショナルとして解決の道へと切り開く男がここにいる。侍行政書士法人代表小島健太郎。都内を拠点に事業を展開する侍行政書士法人では、外国人が行うビザ申請から会社の設立まで、言葉や文化の壁を乗り越え全力でサポート。各業務に精通した専門家と提携することで、誰もが信頼できるパートナーとしてあり続けている。今回は日本と世界の架け橋を担う小島健太郎をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。侍行政書士法人、この名前の由来って、はい、まず外国人向けに、はい、サービスをしてますので、名前をですね、外国人に分かりやすくふうに思いまして、侍っていうふうに、あの桜とか、はい、桜、富士山とか、はい、もうそっちも分かりやすいのあったんですけど、うん、侍の方がかっこいいですし、うん、侍という名前を付けさせていただきました。キャラクターもちょっとなんか侍のキャラクターを会社のイメージとして、ね、はいはい、あのロゴ侍にしてるんですけど、まあ、ちょっと日本的なそのちょっとゆるキャラ、あ、すごいすごい可愛い、可愛いです、はい、こういうなんか感じで、あ、はい、そうか、はい、そうなんですよね。親しみやすいけど覚えやすいっていうような社名にしてます。どのような業務を主にされてるんですか。外国人、先ほど言いましたけど、はい、外国人向けに日本のビザを取得するのをサポートする、外国人採用した時に、はい、就労ビザを取ったり、それが大変ですよね。あとは国際結婚した時に、はい、あの外国人の奥さんとか旦那さんの配偶者ビザ取ったり、はい、まさしくうちの両親の時代にいてくれたら、はい、本当に助かったし、本当の侍だったかもしれない ね、 そうですね、助けられてね、もう全部それに一番悩んでましたよ。それこそじゃあ帰化申請だとか国籍変えるだとかっていうことも、はいはい、件数としては多いんで。あ、そうですか、はい、おい、国籍っていうのも大変ですね、書類上ね。大変ですね、こんなになっちゃうんで、はい、書類がですね、帰化申請ってこんぐらいになるんですよ。あ、そうなんですか。そういうことに、なんでそういうことをされようと思ったんですか。もともと私起業するときにですね、行政書士の前に、あの日本語の先生をやってたんですね、外国人向けに、上海で、上海で、はい、上海で日本語の先生をやってて、うん、まあ、外国人というか中国人とまあ仲良くなったりしてですね、はい、でまあ外国人が好きになったん で、うん、でそういう外国人、日本に来た時にいろいろ困るのをサポートしていきたいなと思ったのが最初ですね。それ2004年1年丸々行っててですね、はい、で帰国しまして、はい、2005年ぐらいなんですけど、その時韓流ブームだったんですが、韓流ありましたね、まあ、今もまあ続いてるんでしょうけども、まあ、そうですよね。なのでその時帰ってきて、まあ仕事ないのでもうそのまま起業しようと思いまして、日本人に外国語を教えた方がいいと思いましてですね、で韓流ブームに乗って韓国語スクールを立ち上げたのが最初なんですね、私の起業の始まりは。そちらの言葉も喋れるんですか。そちらの言葉全然話せないんですけど。あ、でも立ち上げると。
そうですね。なるほど。韓国人を採用して、運営側ですね。運営側ですよね。まあまあ勢いに乗って。そうですね。勢いに乗りましたね。すごいブームでしたから。ブームでしたよね。でそうするとまあ下火になってき、はい、そうするとまあそれに陰りが、うん、私のスクールビジネスもですね、ちょっと陰りがですね、見え始めたので、まあ、別ビジネスとして、まあ、行政書士、外国人向けにビザの手続きとかサポートできるということで勉強を始めて、でそれから行政書士を始めたというような形です。最初個人事務所でやってて、2、3年一人でやってたんですけど、お客さんも増えてきたので人を増やして法人化したと。それがまあ2012年ぐらいからですね。外国人に特化したポイントっていうのは何なんですか？国際グローバル化というか、そういう流れの方に自分自身のポジションを置きたくて、今後、まあ、グローバル化って言われてるんで、その方面で仕事をしたい。なるほど。海外旅行とかも好きなんですか？そうですね、好きですね。だからもう旅行だけで収まらないのよ ね。どれぐらいのペースで行ってるとかあるんですか？年 4、5 回ぐらいは、ね、あ、結構行かれてますよね。でそれをまたビジネスにしちゃうわけですからね。やっぱそこなんでしょうね。外国人の方で、まあ、そのビザも取る方もいらっしゃると思うんですが、今その起業される方のサポートもされてるってことなんですけど、そういった方って年々増えてるんですか？増えてますね。特に中国の方がですね、日本にやってきてビジネスをしたいと、日本の商品はいいっていうことで、まあ、日本の商品仕入れてあっちに持ってったり。皆さんこうやって帰るけども、これで持ちきれないのをもう向こうに送るって、ね、船便に送るとかそういう手続きも、でもルールはありますもん ね。 そうですね。外国人の方を相手にするっていう意味で、そのやっぱりその事業をやっていて大変なことってありますよね。大変なことはですね、やっぱコミュニケーションが結構で、風習がやっぱり価値観っていうんですかね。価値観なんだよね。なんか家族でやってたって大変なんだね。そうですよね。こっちの意図したことが相手は別に取ったりですね、するので、そういうのを極力、焦点を合わせていくっていうのが重要だと思ってまして、だから日本人スタッフだけじゃなくて外国人スタッフを社内に、なるほど、採用して、中国人スタッフと日本人スタッフで一人のお客さんに当たると。そうじゃないか多分成り立たないんだと思うよ。食い違いっていうのは、まさに、ね、それこそまあお金を何かこう儲けようとというか、まあ、その事業を展開しようと来てる方なので、やっぱりその辺のコミュニケーションってすごく日本と違う部分もあったりとかすると思うんで難しいですよね。そうですね。あとそもそも日本語が話せないお客さんもいらっしゃるんで、やっぱり通訳的な、あと相手の文化を分かってるスタッフがいないと、なんで日本で始めようとするのかね。やっぱり日本がビジネスにとっては今いいところ場所であるのかな。そもそも日本に今220万人ぐらい、外国人が住んでるん で、 でその中だと結構もう何千もいますわね。そうですね。起業される以外に、まあ、最近そのどんな相談が多いとかってありますか？もうずっと働いてると、住み着きたいという形になってくるので、永住取りたいとか、帰化して日本国籍取りたいとかっていう相談が増えてきてますね。専門なので、やっぱそのサポートという面で、やっぱりその流れとしてどこからどこまでサポートされるんですか？ですね、最初相談に来て何に困っているのかっていうことを、詳しく大体1時間ぐらいかけてお話ししていって、日本でビジネスしたい方であればどうやって会社を作るプロセスがあって、でスケジュールとか、どこで不動産借りてとか、そういう一連の流れと、実際に会社を作って、でその書類を作って申請をして、ほとんど結構丸投げ状態で。親切ですよね。
でそれをじゃあ日本の役所に分かる日本語で全部やって、そうですね、作ってあげて、はい、でそこはお互いが信頼がなかったら、相手も僕が外国人でお客の方だったらなかなかね、うん、はい、他の会社もね、そのやられてる会社って、はい、多分法人の方であると思うんですが、そうですね、その他社と比べてその差別化を図ってる、はい、まあ、強みだったりとかってございます？まあ、あのビザとか、はい、帰化とか、あの申請をしても、はい、最終的に決めるのは入国管理局、はい、もしくは帰化だったら法務局が決めるので、はい、出したからって許可になるとは 100% 言えないと思うんですけど、私の事務所だと、もし申請して不許可だったら、こちらの事務所の手数料は全てお客さんにお返しすると。自信が終わりになるっていうことと、ね、そうですね、自信があるっていうことと、お願いしてもらって許可取れないっていうのは何のお客価値も与えてないので、それはやっぱりお金いただくわけにはいかないの で全額返金して、さらにいろいろお客様にも動いてもらっている部分はあるので、なので迷惑料としてプラスして、はい、3万円をお返しすると。でも来てくれたお客さん、そうすると誰でも引き受けるってわけじゃいけないですよね。そうですね、最初のその面談でお話っていうのはすごく重要です、ね、やっぱりそうだ。毎回3万円とか5万円とか持ち出しやってたらやりきれないですもんね。あとは、まあ、私の事務所でですね、あの同業者にもこういった外国人向けのですね、ビザの取得サポートとか帰化の方法を教えてるんですね。外国人向けのそのビザの取得のサポートを、新人の行政書士がこれからやろうと思ってもノウハウがないと。そうなると、まあなかなか学ぶ機会がないっていう状態なので、同業者の方に国際行政書士養成講座という講座をちゃんとカリキュラムを組んで、同業者の方に体系的に教えてる講座を主催してます。自分で培って自分で身につけたものを、そうですね、今後輩たちに、そうですね、自らこう教えて、教えてるっていうね、結構36時間ぐらいの長い講座なんですけど。あ、そうなんですか、はい、さらになんかその小島さん、いろんな本を出されてますよね、うん、企業の外国人雇いたいっていう時にノウハウなかったりするので、外国人雇用をちゃんと手続きがうまくいくような外国人雇用の本だったり、あと帰化したい人の手続きの本だったり、あと国際結婚の本だったりします。いやね、そのジャンルの人にとっては本当に勉強になって、そうなんだ、そうですよね。同業者に向けた実務指導を行うなど、多岐にわたった活動で日本と世界の架け橋となる小島健太郎。そんな男が掲げる今後の展望とは。今はその外国人向けにその言葉の事務所として対応できるのが英語と中国語と韓国語、3カ国語なんですけど、最近東南アジアの外国人の方、日本に入ってくるの増えてますので、ベトナム人を採用してベトナム向けにですねサービスできるようにしたりとか、ベトナム人を採用したり、タイ人採用したり、アジアを社内をグローバル化していった、サービスをグローバル化していくと。グローバル化って、ね、好きなことをやって、いや素晴らしいですよね。もうそれは願ったり、自分の夢でもあるわけですもんね。ありがたい、すごい。最後にそうしました、小島様 の格言を、日本と世界をつなぐグローバル行政書士になるとキーワードで大きくいただきました、はい、本当にあの我々みたいな立場の人を、はい、ぜひね、あのたくさん助けていただければと思います、はい、今日どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。舞浜リゾート一望、スパ&ホテル舞浜ユーラシア、眺望が自慢の遊べる楽しいリゾートホテル、それが舞浜ユーラシア。天然温泉や本格サウナで心も体もリフレッシュ、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけます。お得な料金で宿泊できるリラクゼーション施設もご用意。
ただいまキャンペーン実施中。スパ&ホテル舞浜ユーラシア、詳しくはウェブで。さて次に、はい、お二人は地域貢献ってご存知ですか？子どもたちに何かを、はい、ボランティア活動とかそういうこと？そうですね、うん、地域密着というか、はい、まあ、地域に何かをするってことですよね。教育委員とか地域貢献かね、はい、そういうことになるのかな。西尾さんたくさんしてそうな気がします。ね、そうですよね、はい、地域を悪くはしてないと思うさて、まあ、そこで次にご紹介するのは、はい、大阪堺市で建設業を伴い地域密着40年の歴史を持ちます、こちらの企業様です。百貨店という言葉を聞いてあなたは何を思い浮かべるだろうか。一般的には品質の高い商品や専門的な商品が取り揃う場所といったイメージの方が強いはず。そんなイメージを大きく覆す建築の百貨店を理念に、社員一人一人に自立した力を与え、お客様を専門的な経営者へと導く男がここにいる。神話建設工業株式会社代表取締役西田義明。昭和43年大阪堺市で誕生した神話建設工業株式会社では、商人の町ならではの多岐にわたった事業で土地活用や不動産運用、さらに住宅建設から建て替えリノベーションまで住まいに関するあらゆるビジネスを展開。創業以来40年変わらず地域で愛されている。今回は100億企業をテーマに掲げる西田義明をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。先代はあのお父様。そうです、あ、はい、そうなんですね、はい、2代目という、あの2代目は見えない2代目ですよバンと一台で来られてるやつ、ね、はい、まさにもう今もこうちょっと関西弁が出てらっしゃるんですけど、今あの会社は関西。そうです、大阪です。はい、堺と言ってます、はいはい、就職っていうのは当時はもうそのまま学生からもう、いやいや、まあ、あのちょっと大手の会社に行かせていただいて、はい、でちょうど、まあ、親父がちょっとこう伸びてる時に無理やり帰ってこいと、私がまあね、ちょっとこれから学ばなあかん時に、まあ、親父が引っ張って引っ張られたというところですね。その就任当時って苦労とかって？僕も結構ね、建築が好きだったもんですからね、まあ、それなりに夢中になって頑張ったもんやから何も苦労とはなかったですね。そうなんですね、はい、やりましたよ。就任前ってどういうお仕事をされてたんですか？あくまで僕建築の技術者であって、はい、そういう現場の仕事とか、はい、設計の仕事とか、はい、まあ、そういう、まあ、本当の技術者の仕事をさせていただきました、はい、2年、うん、期間限定でなんかその社長に就任されたっていうお話もちょっと。将来やっぱり社長になるという立場で、まあ、まあ会社に継がせていただいたんですけどね、まあ、まあとりあえず親父が急に辞めるとあったんですよ。廃業っていうやつ。はい、そういう時代の流れでですか？そういうことじゃなくて。いや、多分嫌になったんでしょうねでも私もともとね、この建築業界入ったのはあの子供の時に親父が倒産したんですね、一回ね。で堺で一番なったろって、まあ、そこになったんですけど、ちょっと倒産しもて、その強い親父が見た時に、あ、これは俺も親父の後継いでなんとか一緒にやっていこうっていう気持ちが出たんですよね。それで建築業界入ったのね。それを親父が急に辞めると言うんですよ。俺あの時本当に自分どうしていいか分からなかったし、また目標だった人がいきなり逆になるわけですもんね。でもまあ当時僕自分自身技術があったもんやから、親父はまあとりあえずどこ行っても飯食えるからお前そうせえと、であの今あるお金で退職金払ったらとりあえず生産できるやろと。いや、それでまあうちの親戚がおられて、とりあえずせっかく息子おんやから2年条件付きでやったら、まあとりあえずやれと。でもすごいですね、それが未だに、ね、続いてらっしゃってっていう。だからもう、ね、そういう面ではきついとこから始まったんだよ ね、 ね、そうですよね。そうそう、あのね、条件つけられたもんね。手形切ったあかん言われて。手形を切ったらいけない。あかん、元気で払えと。借り入れはするな。そういうことでできるもんですか？でもそういう経営って、いや、大変やったでしょ。素人の社長がそんなことやっていくんやもんね。でもね、一番資金繰り困ったな。あ、資金繰りが困った。あ、うん、だからね、でもね、おかしいもんでね、なんか問題課題出たらね、これ本当に自分を試してくれるね。
あ、なるほど。だから後期もお客さんもめたらお金もらえないから、はい、後期も早くなったし進出用になったしね、はい、でお客さんが紹介くれてただんだん、あ、そういう実績が、お金もお金も仕事も本当に全中が回ってきたよね。だからああいう状態で社長を受けたから、それを前向きに言ったから良かったん違うかなと思って、まあ、そうですよね、うん、実際その大阪 の、 その建築業建設業の実態って今どんな感じなんですか。堺ってねこれ100万、まあ、制度都市やよね。でもそんなに大きい建築家さんおらないよね、まあ、そう思ったら、まあ、安定的に仕事はいただいてるかなと思いますよね。なんかその西田社長は現在もあの建築の勉強で世界を飛び回ってると。まあ、もともと僕は24、5年ぐらい前に、はい、まあ、安くできるマンションを開発したんですね、まあ、よそよりまあ2割ぐらい安くて店舗ぐらいグレードアップした、はい、まあ、あえずよそにはと差別化したマンションを作ってきたんですね。その時にまあ海外よく行ってましてね、はい、家賃が高いっていうのが気づいたよね。そしたら何でかなと思ったらやっぱり建築費が高いよね、はあはあはあ、中に入っている人が多いよね。あ、なるほどね、はい、いろんなジャンルで中に入っている人たちがね、はい、それから、まあ、とりあえずそこをちょっといろいろ学ばせていただいて、まあ、海外から材料を直に入れると仕入れするということもちょっと相当じさせていただきました。実際その神話建設工業さんの多分強みって多分あると思うんですよ。そういう強みって何だと思いますか。まあ、私は自分自身はやっぱコストコントロールができるという、生産性を高めるということがなんかつかめるんやね。それがそれとまあ人人材育成をね、はい、もう一つは提案力とか、はい、提案力、うん、独自の技術力とかなんかいろいろそういうことを品質とか、ね、はい、質もそうです。はははは、実際実績ってどれぐらいとか、あの何棟ぐらい建てられたとかっていう、もう、まあ、累計であの土地活用についてはこれで400超えてる違うかな。堺市ね、本当地域密着に根付いて、うん、もう40年、まあ、それで今入居率もね、はい、うち僕方は95ぐらい前層にいますので、はい、安くていいもん建ててるから、あの入居者にとっては家賃ちょっと低く抑えられますよね、はい、うちはカテゴリーマンションといって入居者に応じたようなマンションを作ってるから、例えばバツイチの人を入れるためのマンションとか、あ、健康に従事するようなマンションとか、なるほど、そういう枠を一個ずつっ作ってる。ちなみにその銃のこだわりがあるってお伺いしたんですが、はい、今言うように性能とか、はい、コストとか工期とか技術とか、そんな感じですね、はいはい、特徴的には物件の特徴って、まあこの、まあ、いろんなジャンルがあると思うんですが、うん、どういった特徴だと思いますか。価値観の合った人が、はい、の入るマンション、あ、で要するに入居者が確定しているという、はい、うん、今あとはうちバツイチマンションとか、ね、まあ、そこにあの例えば1階に保育園つけてあげるとか、そういうことですね、多分そういうことだと思った今。今やりかけてるのは学習塾マンションとかな、それとか就活支援型マンションとかな、そういうふうにもうターゲットを決めて入居者を入れてるという、はい、でそれがもう強みだよ ね、 ね、あの会社のね、そうですね、うん、そういう発想ってどこから生まれてくるんですか。でも他の業界って当たり前でしょ。客が、はい、うちの場合客は当然オーナーさんであるんやけど、はい、オーナーさんと客は入居者でしょ、うん、そのオーナーさんの客まで俺見込んでマンション建ててるから、はい、要するにそのオーナーさんの客を喜ばすことによって俺はオーナーさんは喜んでもらえるに違うかなという、うん、そういう感じ持ってるから。さらになんか今あの社会貢献にもなんか力を入れてると。社長お前なって神様がバッと置いてる感じでな、2つ出て、1つはなとりあえず技術もっと磨け、もう一つは人を作れって出てきて、はあ、それから人作りも力入れてきて、はあ、要するに子育て塾やったり、お母さんの経営塾を作ったり、あ、自分のところの社員じゃなくて、社員はもちろんのことだけども、そうじゃなくて社会の上で、はい、要するに地域の方にもいろいろそういう寺、昔の偉人さんを教えたり勉強会したり。そうなんですね。で、まあ、大学生に今志を捨ててる。あとは今うち世界観がね、はい、要するに、まあ、とりあえず時代を作るということでどん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 新しいものを作っていってるよね。古いものに新しいものを加えていってるな、はい、その一環として、まあ、ドゥープロジェクトってあるんだよな。要するに動物園やね。あ、で、まあ、現場を全部動物園化してるの。例えば仮囲いは動物園のなんていうの柵みたいなのやって、はい、
でシートは猿山やねん。そのシートって、まあ、現場の多分工事するときに図の、うん、上までこうシートあるでしょ、はい、あれが全部猿山やねん。そういう風にして、まあ、ちょっと見た目から楽しませるっていう、工事中でね、子供にも、はい、建設中で子供にも気軽に、あ、建築っていいなとか、あ、夢のね、で地域の方にもホッとするようなイメージ、はい、多分全部がそこにつながると思うんですが、うん、なぜそのプロジェクトを始めようとか、私ミドルから業界を作りたかったから、自らの建設業界って、これ 今でも経験のに人減ってるんでしょ、これ。ああ、そうですか。タイル割り、タイル割り、それじゃみんな来ないですね。来ない。それからそういうイメージを生地作っていきたいなということで、なるほど。そうなかったらまた技術も伸ばすことできないしな、やっぱり、ね、人材が来なかったら、やっぱり魅力ある業界したいなと思ってる。そのなんか就活志望セミナーっていうのも行ってるって、やってますよ。高校が大学、大学から働くって、このなんかもうしかないね。本当言ったら将来こんなことしたいからこの大学に入る、で高校に行くって、こういう感覚が普通やねんな。未来から自分のあるべき姿を見やんなあかんのに、こっちから登ってるから就職で困ったり、働いてから辞めたりするんだよな、多分ね。自ら開催するセミナーを通じて、未来を支える多くの人へと夢を与える西田義明。そんな男が見据える今後の展望とは、まあ、私もね、まあ、次の代にもうぼちぼち渡さない時代になってきたということですね。でもまあ建築業界自体はやっぱりこういう方も社用産業になっていくんでしょうね、多分ね。でもそこでもやっぱりお客、これからお客中心の会社を作っていきたい。そしてまあ今ちょっと海外の、展開もちょっと考えているということ。そこも考えますか。はい、もうなんかもう話せば話すほど広がって、本当にね、まだまだおたく楽しいお話たくさん聞きたいところなんですが、もう最後に格言をお願いしたい。建物作りは人作りっていう、もうあらゆるお客さんとか社員とか、まあどんな面でも建物作るって、その関わる人が、何か人が成長してくれたらありがたいなというのが一番自分の今思っていることですね。素晴らしい、今日パワーをいただきました。素敵なお話ありがとうございました。 ありがとうございます。ビジネスブックコレクション、未来を先取る？それってどういうことだろうと首をかしげる方も多いのではないでしょうか。中にはきっと夢を叶えるためのノウハウとか、願いは実現するといった成功法則の話に違いないと思う人もいるかもしれません。今回のビジネスブックコレクションおすすめの本はこちら、未来の幸せと富を先取りする。この本を書いたのは YS メソッド開発者の佐藤康之さん。読者の皆さんに未来の先取りを案内し、心の幸せをもたらすために佐藤さんが書き上げた一冊です。それでは今回のビジネスブックコレクションはここまで。また来週。